桜谷古墳群桜谷古墳群の1、桜谷古墳群は、富山県高岡市大田にある古墳群。2期が、国の史跡に指定され、出土品は、高岡市指定有形文化財に指定されている。富山県北西部、二条山丘陵北端の丘陵の沿辺部に、映像された古墳群である。前方公園墳1期、ホタテ海形古墳1期、 小炎粉10基以上から構成される。1918年に発見された後、現在は1号粉、2号粉以外の多くが、二十地化している。1号粉、2号粉は、いずれも、内部未調査のため内容はつまびらかでないが、5世紀初頭以前の、築造と推定される。古墳時代前期から後期まで映像された、富山湾沿岸の一大勢力の母軍と想定され、当地を収めた、 意水国造の大川音足に一族との関連を指摘する説も挙げられている。1号分、2号分は1934年に国の史跡に指定され、出土品は1962年に高岡市指定有形文化財に指定された。現在では1号分、2号分は史跡整備の上で公開されている。1号分左に公園部、右に前方部。2号分右に公園部。 左に前方部。古墳群からの主な出土品は次の通り。以上の6種28点は、高岡市指定有形文化財に指定され、現在では、内向家門郷は、東京国立博物館で、その他は、高岡市立博物館で保管されている。桜谷1号墳に関するカテゴリー、桜谷2号墳に関するカテゴリー。ありがとうございます。